オールトの雲とエッジワースカイパーベルトの創造図。ボイジャー1号の位置と太陽からグリーゼ445までの英雄を表した図。中間あたりにあるのがオールトの雲。左上から時計回りに木星までの軌道、冥王星までの軌道、セドナの軌道、オールトの雲。オールトの雲あるいはオールト雲とは太陽系の外側を嗅覚状に取り巻いていると考えられている。 理論上の天体群である。名称は、オランダの天文学者、ヤン・オールトが、1950年に長周期彗星や、奇周期彗星の起源として提唱したことに由来する。存在を仮定されている天体は、水、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンなどの氷が、主成分であると考えられている。オールトの雲は、おおむね太陽から1万英雄、もしくは、 太陽の重力が他の恒星や銀河系の重力と同程度になる10万英雄の間に嗅覚上に広がっているとされる。その存在は水星の軌道長半径と軌道傾斜角の分布の統計に基づく状況証拠のみであり、想定される領域で天体が直接観測されたわけではないため仮説の域を出ないが存在を否定する証拠も特にない。 オールトの雲には1012単位の数の天体が含まれると推測されている。その起源は太陽系の形成と進化の過程で現在の木星軌道付近から海王星軌道付近までに存在していた小天体が巨大惑星の重力や相互衝突により軌道要素が変わり近日点距離が海王星軌道の半径よりも大きな長大円軌道に移ったとする説が有力である。 この説によると、もともと海洋性軌道の外側にあった天体は、エッジワース・カイパー・ベルト天体として今も残っているということになる。日本学術会議による2007年4月9日の対外報告では、オールトグモはまだその存在が確認されていないため、現在のところ明確に太陽系外縁天体に含まれるものではないが、将来的には、 外縁天体の延長とみなされるようになるだろうと述べられている。エルンストエピックも彗星の起源としてよく似た仮説を発表しているため、時折エピックオルトの雲と言われることもある。確認されている太陽系天体の中でオールトの雲に属すると推測される天体は長周期彗星や非周期彗星のみである。詳細は非周期彗星の一覧を参照。 2004年に小惑星として発見され、後に長周期彗星であったことが判明した、リニア彗星の場合、演実点は約 24300AU、公転周期は約1134万年と推定されている。奇周期彗星の軌道は放物線か双極線であり、演実点という言葉は意味をなさない。パロマー展問題で2003年に発見されたセドナは、 オールとの雲に属する天体であるとする説があったが、その後の観測で演説点が最大でも 924AU であることが分かったため、オールとの雲は1万 AU よりずっと内側まで広がっているとする説と、セドナはオールとの雲の天体ではないとする説とが対立している。同様に演説点が数百から数千 AU という小天体は他にも数個発見されているが、 セドナほど大きいものはない。中継は、ジョン・マティスが1999年の論文で、オールトの雲付近に存在すると提唱した、仮説上の惑星質量天体である。太陽から1万5000英雄ほどのオールトの雲付近に、木星の4倍ほどの質量を有する天体が存在し、180万年ほどの周期で太陽を周回するとされた。2009年12月に打ち上げられた、 広域赤外線探査衛星の探査により発見されることを期待する科学者もいたが、現在では存在を否定する説が多い。現在太陽系から63光年の空間に存在する恒星クリーゼ710がおよそ150万年後に太陽から約1光年の位置まで接近するため、仮にオールとの雲が存在するならば、近接する空間のそれは かなりの影響が生じると予想される。海洋星より内側の惑星には直接的な影響こそ及ぼさないものの、過去においてはこうした恒星の接近によって軌道を乱された彗星が太陽系内部に飛来し、その一部が地球に衝突して大量絶滅を引き起こしたとする説がある。諸説地星系は今から約7万年前に、 太陽から52000 u の距離を通過したと計算されている。仮に、初列成形の影響で、オールトの雲から彗星が散乱されたとしても、太陽系の内側に達するには200万年を要するとされる。J.H. オールト、1951、十一、ザブザ s e r リ e r Battery Vol.71、No.863,129 から144で、ベーター・アンドリスワン。 プラネタリーサイエンシズケンブリッジユニバーシティプレス2001 ISBN 0から521482194国際天文学連合における惑星の定義及び関連事項の取り扱いについて宇宙が丸ごとわかる本 P52 宇宙科学研究クラブ天文年間2006年版より引っ張る個生成によるオールトグモと星の関係ありがとうございます